こんにちは。じゃあね、年収400万の人に聞くというね、まあそんなコーナーにしようかと思います。今回の億万長でらしくですけどもえ。2021年の平均年収は20代で341万、で30代で437万ということなんですよ。これあくまで平均年収なんで、いわゆるね、常識的な生活をしていればそうなるってことなんですよね。常識的に。 進学して適度に部活をして趣味を楽しんで恋愛をしてさあ社会人になりました20代です30代ですっていうふうな無味乾燥で特徴もないような人ですよねこの人の年金年収が20代で341万そして30代で437万と出てるわけなんですよつまり常識的な収入なんですよこれが特別じゃないですよね別に億万長者でもないですしワーキングプアでもないわけなんですよで 専門的な知識とか、専門的に何かたけてるものがあるか、ね、どっかスポーツが得意とかね、なんかその音楽が得意とか、そういうのはないわけなんですよ。本当になんか360度普通の人っていう常識的な年収がここに出てるんですよ。で、どうなんですかね、常識がないとかね、当たり前ができない人っていうのは多分ここに達してないと思うんですよ。一部の人はそのない常識を使うことによって、 ものすごく特化した世界に行ってると思いますけども実際どうなのかなと当たり前のことが当たり前にできてない人ってもう、まあ、そもそも何が当たり前かっていうと自分の使う分は自分で稼ぐっていうね衣食住にわたってですよ。でたまには人におごることもあると思いますし例えばね、まあ、親孝行にもお金がかかる子供がいる人は子育てとかおむつの代金も自分で払うみたいな感じでなんかその。 自分一人前に使うことをちゃんと稼ぐっていうのがまあ別に特別なことじゃなくて当たり前といえば当たり前ですよねじゃここのことも実際多くの人が当たり前を全然履行できてないっていうのがその姿なのかなとそれでいてあの自分の弱い立場を利用して強いものに食ってかかるみたいなところもあったりとかね基本的には弱いものが強いものに勝つってことはあんまりないですからじゃあどこが自分としては足りてなかったのかなと。 で社会的に強者っていうのは何をやってそうなったのかなっていうことを、まあ、分析してねあなるほどインターネットを使ってるんだとかねあなるほどすごい強い人脈とつながるために日々、えー、人間関係にコミュニケーションにものすごく工夫をしていたんだってここに気づいたりとかねいろいろあると思うんですよで結局あいまだにそうなんですけども常識を疑えとかね常識に縛られるなって言いますけどもこれはとっても完美な言葉なんで常識とか その当たり前ができてない人とかそういうのを知らない人にとってはものすごく魅力的な言葉なんですけどもこの多分ね常識を疑いみたいな言葉っていうのは常識とか当たり前が使いこなせる人がその使いこなした常識や当たり前をさらに進化させるためのまあなんかねマッシュアップする言葉だと思うんですよね。だからそれの捉え方も 全然こう当たり前すらできてない人は勘違いしちゃって自分は当たり前に縛られてないからいいんだみたいな感じになってその自己肯定感を高めちゃうんですけどもそれこそまさに負の,のスパイラルへの入り口っていうことにねやっぱりこう気づけないから当たり前にすらなれないのかなってところを感じちゃいますよね、うん、やっぱりね一元に秀でた人っていうのはどこまで引いてたかっていうとでも1万人中のトップ1人に立ったところでね あのこの国の人口っていうのは1億人以上いるわけですからそれでもね1万人のトップに立ってもそれでもありふれた存在そういう人は1万人ぐらいいるよって世界ですからなかなかね一芸に秀でたところっていうのは、うん、上り詰めれる人って、ね、いないんだろうなと思います、まあ、つまり残念ながらそのくらいできて当たり前だよっていうところにも多くの人が行ってないのかなというふうなことをね現実捉えることができると思うんですよ。ででも本当に20代で 平均年収341万とか30代で437万とかねもっと言ったら40代で502万っていうのがね多分ねこれ放送を聞いてる方はねほとんどあれそんなにないよと実際はもっともっと低いよっていうふうに低い年収を肯定しがちなんですけども実際じゃあそれを自分の中に落とし込んでねそれでいいんですかってことを考えるとよくない。 っていうううに思うと思とんですよ。じゃあ良くないために何するかって言ったら「いや国が悪いんだ時代が悪いんだ」んだっていう,うにね「いやそこに来ちゃうか」みたいな感じですよね。自分の選択は良くなかったんですかどうだったんですかってことをま今一度考えた方がいいのかなとあの今全ての選択肢は私たちに手渡されてますんでその点、選択肢をまず知ることと知った上で選択すること選択したものを使うことそれぞれにフェーズがあって多分 選択する一番最初のステップでもう間違えちゃってるのかなって気はしないでもないですけどね。うん、だからその何、1億円稼がなくても別に平均年収の300万とか400万でも、うん、こう考えていくと当たり前は当たり前のように使いこなせてる人はそこに行くだろうし当たり前を全然、ね、分かってない人ってそこも行かないかなと。で1億円稼ぐ人もね、むっちゃ働きゃいいんだよってっその通りなんですよね。でその当たり前を拒否するから、まあ 1>, 1億とは言わないけども平均年収300万400万というさらに当たり前の世界すらたどり着かないつまりは当たり前を拒否すると当たり前にすらなれないということなのかなということでございますね。